にピンチ。なのに僕らは戦うことが許されない。どこか一瞬でいい、ガッチャンを助け出せる道を。レッツストーリー。オールマイトは現時点でカッちゃんを助ける、そのためにオールフォーワンを倒す、いわば勝利条件を2つ満たさないといけないんだ。カッちゃんだけでも助けられればオールマイトは戦いに専念できる。一瞬でいい、カッちゃんを助けられる隙があればと。みんなあるんだよ。決して戦闘行為にはならない。僕らもこの場から去れる。それでもカッちゃんを助け出せる方法が。でも僕だと多分、僕じゃ成功しない。だから霧島くん、君が成功率を上げる鍵だ。俺が。うらちぇっでれぜっ。まず僕と飯田くんで推進力を、霧島君の効果で壁をぶち抜く。うるっ。開けた瞬間、トドロキ君の氷結で道を形成。はるか上空から戦場を横断する。そしたら霧島君だ。ガッちゃんと対等な関係を築いてきた。友達の呼びかけなら来い。はあ。